じゃあ30球いくよ。大事なのは不格好でもいいからレシーブミスしないこと。高くてもいいし甘くなってもいいからレシーブミスするしないって絶対変わってくるから、どんな形でもいいから入れること。わかった？はい、よし、頑張ろう。お願いします。はい、入れるよ。そう、そう、そう。ナイス。よし、小学生とか中学生とかでも強い人って下回転が切れてるんだよ。横回転とかって角度合わせれば取れるんだけど、下回転って切れてるとネットに絶対1本目みんな落とすから、強い人とやっても1本目とかでもね、ミスせずこういけるようになるぐらいは頑張ろう。で、もし返せるなって思ったサーブはちょっとコース厳しめにやろう。自分ができる範囲で一番いいレシーブできるよ。はい、ミスしない入れること。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。確実に強くなりたい方、ワッタがあなたのマンツーマンコーチになる YouTube メンバーシップを開始しました。詳細は説明欄にある URL をチェックしてください。次回の動画もお楽しみに。